えー、こんばんは。えー、小売業で SV している27歳で、スーパーバイザーかなえー、いつも一つの仕事に対して時間をかけてしまいます。それに対して上司はあまりいませんが、ほとんどの仕事はスピード重視だと思います。結局、ミスをしてたら意味ないので、生活性を,正確性を大事にしてますが、小売業の場合、どちらを重視するべきでしょうかまた効率よく仕事をするため、広木さんはどう仕事を整理行動してますかえっと、小売業という国ではなく、自分の会社のブランドイメージによって決まると思います。例えばドン・キホーテとかであれば、早い方がいいと思うんですよ。 あの要は、その間違った商品を売ったとしても、ドン・キホーテだと許されるじゃないですか。でもじゃあ、その、小売業で、例えば、グッチで勤めてますっていう人が、じゃあ、そのグッチで勤めていて、これは18金の指輪ですって言ったものが、あ、すいません、それ18金じゃなかったんですって言ったら、めっちゃ怒られるじゃないですか。なので、その、間違えちゃいけない小売業と、ドン・キホーテみたいないくらでも間違えていい小売業は違うんですよ。 なので、その会社があのどちらを目指すのかっていう会社の方針によると思うので、なので僕じゃなくて上司に聞いてください。